死んじゃうのかなって思ったりとか。手術から9日、乳がんのため右乳房を全摘出した北斗晶さんが一時退院し、夫の佐々木健介さんと共に会見を開きました。右の脇のリンパ節に転移が見つかりまして、それも悪性でしたので、神経とか全部周りを取ることになってしまったので、現在は脇の感覚は全くありません。胸だけだったら生存率は 70% ぐらい、脇まで行ってしまったら5年生存率は 50% だろう。まあそう私たちは宣言されて、でも、それに負けないように私はやっぱり戦うので。しかし女性にとって辛い現実も。何が勇気いるって、この胸がないのを見るのが何よりも勇気がいることでした。で、今日は見ようと思ってもなかなかやっぱり見られなくて、開けて、それで今日は見ようと思って、やっぱり見た時のその衝撃。手術から遡ること10日前、北斗さんは2人の息子に全てを打ち明けていたといいます。おっぱいね、なくなっちゃうんだよって、お前たちのことずっと抱いてた、おっぱいなくなっちゃうんだよっていうことが言いました。もちろん泣かなかったですけど、うんって言ってました。頑張ってって、はい。涙ぐむ北斗さんの横で妻を気遣う健介さんもまた。我慢しないで泣いてほしいですね。もうその悲しみは僕たち家族も一緒なんで、自分の体ではないですけど、やっぱり一緒なんで、一緒に苦しんでそれに向かってね、改めて夫婦の絆を確認し合ったという2人、お互いへの思いを口にしました。改めて思ったのが、行くならこの人先に行かさないとって、私が先に行っちゃったらダメですから、行くなら一日でも先にこの人行かさないとって、僕らなんかチャコがいなかったら生きていけないなってずっと思ったんですけど、意味もう一回考えましたね。そしたらやっぱり絶対俺は死ぬまで横にいてほしいなって、なんかそうやって思ってしまいましたね。僕はね、じいさんになってもやっぱりばあさんになって横にいてほしい、少しでもやっぱり一緒にいたい、顔が見てたいっていうという気持ちがあります。非常にも笑顔で会見を終えた北斗さんでしたが、報道陣から花束が贈られると、いや、泣かないようにと思ったんですけど、すみません。待ってますから。ありがとうございます。